車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。12月22日日曜日午後6時を回りました。今日はね、冬至でございますと。で、今日までね、日の出は遅く、日の入りがどんどん早くなってたんですけども、今日境にね、明日からは6月のね、夏至に向かって、日の出はね、ちょっとずつ早くなって、日の入りはちょっとずつ遅くなるということで、昼間がね、長くなってくるので、まあ朝晩ね、すごく今暗いのでね、朝起きるのもきつかったり、夜もね、なんせ日の入りが早いので、なんかね、まだ5時6時なのになんかもう1日終わっちゃったなみたいな感じ で、その後のね、アフターファイブの活動がね、なかなかしづらかったと思うんですけども、で、今日境に明日からね、ちょっとずつ長くなってきますから、日中がね、それを楽しみにね、私ね、夏至とかこういうね、ターニングポイントというかな、すごく好きで、分岐点が好きなんですよね。分水嶺とかにもすごく興味があるので、そういう場所に、ね、訪れるのも好きなので、まあ、今年もね、なんか北海道1個ね、選ばれるみたいなので行ってみたいなと思っております。今週はね、世の中的にね、統合とかそういう、こう経済的なニュースがすごく多かったので、そちらの方をお伝えしていきたいと思います。それでは早速参りましょう。この1週間の女子ニュースフラッシュ。まずはじめに12月16日の月曜日ですね、トヨタ自動車、金とですね、の事業進捗説明会を開催しておりますということで、現在ね、新車をね、好きに乗り換えられますよってこうね、サブスクリプションサービスの金となんですけども、こちら2020年には月1万円台で中古車版のサービス開始しますよということで、実証開始しますよということで、こういった説明会がありましたというわけで、まあ、大本命なのかな、中古車版がいよいよサブスクリプションで出てくるぞということがね、発表されておりました。日産自動車のリーフがマイナーチェンジをしておりますということで、2020年2月に発売すると発表してますという、この今回のリーフのマイナーチェンジは外装の変更はおそらくないんじゃないか、私見てみたんですけどなさそうで、主に運転支援システムとか通信サービスですね、そちらの機能向上がメインでございますと。で、まあ、外装という意味ではそのね、シャークフィンアンテナがね、今回の変更に伴いまして、標準装備となりますということで、まあ、つながるところのね、コネクティド関係が強化されて、まあ、全車標準装備とかというふうになってしまうと、今やっぱりシャークフィンアンテナが一番強いアンテナなので、強いというのは価格的にも製品するときの、この生産したときの、商用利用するときにはシャークフィンアンテナが一番コスト的にも合ってるということで、まあ、これからどんどんね、このシャークフィンアンテナが標準でついてくるっていう時代になってくるんだろうなということで、今回のリーフも、この変更からシャークフィンアンテナが全車で標準装備になりますということですね。で、あと17日ですね、トヨタ自動車グループ全体の2020年の世界販売台数、グループ全体と言いますとダイハツ工業とか日野が含まれた状態でね、こちら来年は1077万台とするという計画を発表しておりますということで、かなりな数ですけどもね、まあ、4年連続で過去最高を目指すということで、トヨタ自動車、今やね、フォルクスワーゲンがトヨタかっていうのが1000万台を超える、車のところなので、頑張ってほしいなと思います。あとは欧州自動車工業会ですね、欧州の主要18カ国の新車販売台数を発表しておりますということで、こちら3ヶ月連続で前年実績を上回っておりますということで、欧州非常に自動車市場好調でございます。特にドイツが2桁増と迫るということなので、やっぱ工業生産の、ね、国としてはドイツ自動車大国でもありますし、ベンツ、BMW、アウディね、率いてますけども、まあ、ドイツはこういういい調子なので、これはね、久しぶりにいい情報だったの、いいニュースだったなとは思いました。ダイハツ工業のロッキーですね、受注が発売1ヶ月で、まあ、2000台目標だったんだけども、1万500台ということで目標の5倍になってますということで、まあまあ街中見ててもね、ロッキーとライズですか、兄弟車いっぱい走ってますので、あ、売れてるんだなと。この前のね、新車販売台数ランキングも、かなり上位ね、初登場から上位に食い込んできてましたので、まあ、その好調っぷりがね、うなずける感じでございます。あと17日、これは大きなニュースがございまして、赤羽国土交通省、国産の新型乗用車を対象に2021年、ね、来年で再来年の11月から自動ブレーキ搭載を義務付けるってことを発表してまして、もうね、力強くね、世界に先駆けて義務付けるということで発表してましたけども、こちらはね、ついに、自動ブレーキ、必須だということで、2021年11月から販売される新車は全部ついてくるということで、そういう時代になるんだなというわけで、これどういうね、なのかということで、まあ、メーカーにね、認定試験を課すらしいんだけども、これ
ちょっとね引用させてもらいましたということで、これねあのニュースというよりはこの朝日新聞にこの絵がうまく載ってたんで、ね、この絵をね参照さあの引用させてもらいましたけども、どんなブレーキなのかっていうと結構レベル高くて、あのまずは時速40キロでね、時速40キロで走ってる、走行中に前方の停止車両に衝突せずに止まることができるというこの1番目で、2番目が、60キロで走行中に前を20キロで走る車にぶつからないと、で3番目がね、30キロで走行中に、時速5キロで横断する歩行者にぶつからずに停止するということで、この3つをねクリアして初めて新車が出てくると、2021年11月から。これはすごくない？これやったら事故減るよね。事故減るしメーカーは大変だぞと。で2021年の11月からの新車全部これついてくるってことで、いやいやいやすごい時代だなということで、車がさもうねこんなことができちゃうのがね必須装備だと。でまああの既存の車種とかねモデルは2025年の12月以降に販売する車にはこの自動ブレーキが必須ということで、いわゆるその新しくね新車に関しては、再来年の11月からなんだけども、既存の車はもうちょっと先ですよってことなんだけども、まあ、年明け早々にはね関連の制度を改正しますよということで、こういったね車の、世界に先駆けてるよね本当にね。というわけでこれはねこういう車が普通に必須になったら、まあ、世の中変わるだろうなというか、本当にね安全になるし、なんかそのねまあいろんな違った問題も出てくるんだろうけど、あのすごいなっていうことで、1本も2本も前進したなって感じがいたしましたね。はい、あと18日の水曜日ですけども、FCA とねグループ PSA の経営統合正式に合意ということで、拘束力のある覚書結んでおりますということで、ついにですねフィアットクライスラーオートモビルズとね、グループ PSA、合意経営統合だということで、まあ、こちらね、まあ、ちょっとねお伝えしたいと思いますけど、フランスのねルメール経済省なんかはちょっとね結構喜んでますね、すごくね世界的なトップ企業2社持つことになるということで、フランスとしては嬉しいんでしょうけどね、ちょっとどうなのかなと思うところなので、後ほどちょっと触れたいと思います。と、イスズ自動車とボルボね、こちら商用車分野ですね、主にトラックですかね、戦略的提携の覚書を締結するところを発表してますということで、2つの会社こちらもね、まあ、提携していきますよということで、まあ、イスズは2018年にトヨタ自動車との提携解消してますので、まあ、その先を探してたんだけども、ボルボとなりましたということになってますね。あとトヨタ車体、2020年1月に開かれるダカールラリーですね、参戦すると発表してますということで、今回ね初めて1995年の初参戦以来初めて AT 車のランクルで、出動ということで、やっぱ AT 車で出るっていうのは結構大変なのかな。やっぱ機械的なものがやっぱりその、ね、マニュアルトランスミッションよりも、まああのまあ、壊れやすいとかさ、ああいう耐久性の中だと、まあ、部品交換とかも、ね、すごく分かりやすい部品というかシンプルな構成であるマニュアル車の方が修理とかそれまでしやすいのかもしれないんで、 AT 車で出ますよということで、こちらまあ本当ねあの初なのでね、2020年最高記録となる7連覇に挑みますよということで、この、ね、ダカールラリー頑張ってほしいなと思いました。あとはトヨタ自動車、アルファードベルファイアルベルですね、一部改良を発表しまして、1月6日から発売しますよということになりました。これで私ねこのニュース結構ずっと待ってて、まあ、これ僕ねマイナーチェンジに相当するのかなと思ってたんですけども、一部改良になりましたので顔とか変わんないですね。本当装備として、まあ、今流行りのねディスプレイオーディオですか、要はつながる車のところディスプレイオーディオ必須になりますよっていうような一部改良で済んだので、まあ、私としては引き続き現行モデルに乗れるんだなと思ったらちょっと嬉しかったですけども、あのマイナーチェンジされなくて、嬉しかったなと、一部改良で済んで嬉しかったなというのが、本音でございますと。あとは19日の木曜日ですね、ドイツの、ね、BMW とダイムラーの自動車のシェアサービスですね、シェアナウ、これがなんと北米と英国から撤退するということで、 FT ですね、フィナンシャルタイムズの、新聞にありましたけども、カーシェアリング事業を縮小ということで、まあ、これもね大きなニュース、ちょっと後ほど詳しく触れたいと思います。で20日の金曜日ですけども、ヤマハ発動機ですね、 EV とか PHV の駆動用モーターの生産に参入するってことが発表しました。2020年2月にもね試作品の外販開始しますよってことで、日高社長モーターの詳細については説明してないんですけども、言及避けてますけども、トヨタなどの4輪メーカーがすでにやっているものは使ってもらえないと、ハイスペックなものよりも新しいソリューションを提案したいということで、ヤマハ、ね、発動機、EV のモーターに参戦しますということで、まあ、あのヤマハっていうと別にエンジン作ってるし、あの有名なところだとさ、あのレクサス LFA ですか、 LFA はヤマハの、ね、V10 エンジン積んでましたけども、
まあ、バイクもやってるしね、エンジンとして要は駆動用の、エンジン部品っていうのはやってたんだけど、モーターもやりますということで、ヤマハのね、新たな、ね、この動きですか、あのいいなと思いました。なんかね、ヤマハではクリーンなイメージが勝手にありますけどもね、あの、まあ、言ってみたら船舶もやってるもんね、ヤマハってね。だからエンジンとかそういうところはもともと強いんだろうね。だから、まあ、モーターでもそのね、つながりとか、関係を生かせるといいなと思いました。あと福岡モーターショー2019が福岡市内で開幕してますということで、月曜日まで4日間ですね、まあ、この年の瀬にねイベントやるというのは結構関係者大変だったのかなと思いますけども、そんなことを思いました。であとはトヨタ自動車ヤリスの新型2020年2月10日に国内で発売すると発表しましたということで、こちらがねドドンと、トヨタのホームページ公式のプレスリリースから引用させてもらっておりますということで、こういった車になってますと。ただガソリンの 4WD 車だけは4月にずれ込むみたいですけども、予定通りハイブリッドとかね4駆以外の車、あの4駆じゃないガソリンの 4WD 以外は2月10日に出すので、月販目標7800台、なかなか強気な数字ですね。でもまあ超えてくるでしょうということで、店頭発表会がね2月10日にここらで発売だけども、店頭発表会ちょっと遅れるんですね。でこの車たちね、TNGA の中固まわせちゃった、なんだか系っていうので作ってると思うんだけども、それで出てきますというねヤリスも出てくるので、2020年、新車のね、販売楽しみだなと思いますという、こんな感じの1週間でございました。先ほどお伝えしましたけどね、先ほどね先週お伝えしましたけど、アルファードのリコールありましたよね、シートベルト、私の車もね、該当してまして、なんかハガキとか書面、送られてきたので、まあ、近々ね、まあ、リアシートのねシートベルトなんで、もうほとんど乗んないんでね、まあ、いつかそのうちね、近い年明けでも入庫して修理してこようかなと思いますけども、BMW とね、ダイムラーのシェアナウが北米と英国から撤退ということで、シェアサービスですよ。今その車のシェアっていうのはすごく注目されてるんですけども、なんと大手がね、辞めるということで、こちらはちょっとね、やっぱりその、両方ともの社長のね、コメントを書いてましたけども、これからやっぱ EV の巨額の開発コストへの対応を迫られるため、ベンチャー事業へに、まあ、さらなる投資にはしていけないと消極的になってしまうということで、なかなかその収益性ですか、そのシェアサービスからの収益性にちょっと懐疑的な見方がありますというのと、あとはやっぱそもそもの高級車の開発っていうところに、シフトしていきたいという焦点を当てたいっていうところがちょっと、ね、透けて見えたので、シェアサービスは結構、ちょっとやっぱ見直しというか、なかなかうまくいかないんだな、収益性が難しいんだなっていうところを感じましたね。あとはフィアットクライスラーと PSA の経営統合ですか、FCA 側はフィアットとかジープとかアルファロメオで、グループ PSA の方はプジョー、シトロエン、オペルということで、もともとね、FCA が世界8位、PSA が世界9位ということでね、世界販売台数的に見ると、で、2社が、統合しまして、合計で4位に浮上しますということで、まあいいなとは思うんですけども、フランスのね、ルメール経済省とかもね、喜んでましたけども、とある別の記事を読んでると、強いものが、経営統合するとさらに強くなると。弱い者同士が経営統合しても弱いままだというね、厳しい辛口なコメントがあってですね、ああちょっとこれはね、残念ながら今回 FCA と PSA がくっつくことによって何かシナジーが生まれるかっていうと、どちらかがすごく EV に長けてるわけでもないし、どちらかがすごくですね、そのゼロエミッションビークル FCA とかに長けてるわけでもないと。だから痛み分けだなと、共に協力してなんとかやっていきましょうよっていう、弱い者同士が結びついちゃったに近いので、世界販売台数こそ4位だけど、別にそんなに恐れることはないんじゃないかなというか、結構やっちまったなと。だから、フォルクスワーゲングループか、トヨタ自動車とかの傘下というか、そこのグループの提携、まあ、業務提携とか、協業関係に入らないと、ちょっとな、あんまり強さは発揮できないんじゃないかなと思いました。で、最後でございますけども、ちょっと戻しましたね。日産自動車がね、この2019年内に19のね、国内生産を完了しますということと、あとはキューブもね、2019年内に生産を終えますので、まあそういったちょっと悲しいニュースがね、ございますと。で、19に関しては、
欧州では、ね、11月から新車の販売してますけども、国内のでは在庫がなくなり次第販売も終えてしまう。で代わりにキックスが入ってくるみたいですけども、ちょっとこのあたりがね、あの生理屋さんとしてはその、ね、不採算の車種を整理してるんでしょうけども、まあちょっとね、新しい内田さん体制もあまり期待できないかなと思うので、まあまあしばらくは5位、ですが国内5位というところが関の山なのかなと。ただ来年新車がねいっぱい出てくると言ってますので、2020年どこまで回復できるかっていうところが来年の見どころ、日産にね、面白いところかなと思います。というわけでこの1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはね、クリスマスと車という話をしたいと思います。私は、まあ、クルーズソフトの、ね、偏見話を、ね、お届けしたいと思うんですけども、今日は12月22日ですよということで、クリスマスイブの、ね、24日から25日まであと2日なんですけども、若い、ね、カップルには本当ロマンチックというか、雰囲気のいい季節ですよね。一緒にデートとかしても楽しいと思いますし、食事してもね、あとはクリスマスムード漂う、ね、ショッピングして、イルミネーション見て、カフェ入ってスイーツ食べて、でディナーしてと、ね、その後何するか知らないですけども、まあ、本当にいい季節だなと思います。で、まあ、車でデートなんていうのもね悪くないと思うんですけども、クリスマス気分を味わうんだったら、やっぱそのね、2人で外歩いた方がクリスマスムードは漂うのかなと、いいのかなとは思いますと。で、私ね特に予定があるわけでもなく、まあ普通常営業なんですけども、若い頃はさ、本当彼女のいない年っていうの、彼女のいないクリスマスっていうのは本当になんかこうきつかったですね。1年の中で12月のクリスマスっていうのがある種本当にね寂しくて、罪悪感というかね、まあ一人ですいませんっていうこうね、まあ今で言うと負け組感っていうのかな、やっぱすごくあったし、時代的にもね、同年代の方だったら分かっていただけると思うんですけども、一人のクリスマスっていうのは結構なんかダメだったよね。当時はさ、こんなにお一人様が歓迎されてなかったし、なんかあら寂しいねとか普通に言われたし、なんか誰かでもいいから、なんかこう告白でもして、なんか一緒に過ごしたらいいじゃないのみたいな、そんな強引な時代でもあったんだけども、今は違うのでね、まあ自分としても若かったんだなと思いますけども、今はすごくいい時代になったなと思います。今本当にね、お一人様も歓迎されてますし、女子会とかね、女の子だけでクリスマスなんてのもありますけどもね、昔はなかったなと思いますけど、まあ話それましたけども、すごくいい車でね、めちゃめちゃいい車でさ、イルミネーションがね綺麗な通り、東京だとありますよね、青山通りとか、ああいうとか、その六本木とことか、あと銀座とか、そういうところにさ、すごくいい車でね、あえてイルミネーションとかさ、大渋滞にめちゃくちゃいい車で行くと、それもまた、まあ、気分はいいだろうね、どうだと、俺の車見ろと、ね、お前らに帰れだろっていう勢いで、やっぱワン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 言いながらさ、ね、エンジンサウンドね、こう、バンバンやりながらさ、なんなら時々バックファイアでもやりながらね、でしかもストロボね、ピカピカのストロボをつけてさ、ね、クリスマスの、ね、電飾となんか相マッチしちゃったりなんかしてね、それはそれでなんかいいのかなと思いますけどね、まあ、いつかねそういうことやってみたいなと思いますけど、まあ、そのためにはまずね、すげえ人も羨む車を買わなきゃなと思うんですけども、札幌でもねたまにいらっしゃるんですよ。駅前通りってね、割とこう華やかな、まあ、駅前の通りがあるんだけども、まあ、混雑してる中をね、やっぱアベンタ道路とかでさ、ワン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 言わしてるわけですよね。まあ、僕は悲しいことにそのアベンタ道路のオーナーではないので、わかんないのでね、いつもその姿を見ると、あ、出た出たとね、あ、やっぱいるな、今年もいるんだなっていうのでね、こう降って湧いてきたような感じでね、こうなんていうかね、人の心理を見たいのでね、やっぱああいう高い車を買っても、やっぱこう人前に出てきたいんだなと、そのあえてその車でこの渋滞に突っ込んできたくなるんだなっていう心理がすごく興味があってですね、まあ、できればドライバーさんの顔、車よりもドライバーさんの顔と表情を見たいんだけどね、夜だけどさ、サングラスなわけでしょ。で、なんかもうね、札幌だと寒いんだけど、こうピタピタのね、こう白い T シャツ、まあ、どこぞのブランドの T シャツだからさ、 T シャツといえどもすごく高いんだけど、そういうピタッとしたのをね着てたりとかするわけでね、まあ見てて怖いわけですよ。まあオラオラ感漂うけど、でもアベンタドール乗ってるから、それなりの収入というかね、いや、お金が入ってくるパスがないと絶対に手の届かない車だから、まあ、そういった意味ですごく興味があるし、まあ、話もしてみたいし、ただそのね、ああいう心理っていうのは本当たまらなく面白くて、まあそのね、
まあ、まずはこうすすきの界隈をね、ああいうこう車でさ、こうね、用もなく走ると、ね、いい車だぞということで、まあそういうこともね、いつかやってみたいなとね。ただそういうね、嫌味な人間にはなりたくないなと思うんですけど、完全な僕の皮肉ですね。完全な僕の皮肉ですけど、まずはこの皮肉言う前にね、お前もアベンタドール買える男になるということでね、あのまずは精進したいと思っております。あの渋滞というとね、あのたまにまた本当痛い車っていうのかな、いるんで、いや最近よく身につくのがね、その音漏れ、まあ、爆音で音漏れしてる車っていっぱいいると思うんだけども、なんちゅうのかな、あの中途半端なビップカーっていうのかな、だからその例えば軽自動車でワンワン鳴らしてるとかで、なんか聞けばなんかアニメのソングだったと。別にアニメのソングが悪いわけじゃないし、僕はいいと思うんだけど、なんもそんなさ、外にすごい漏れてるけどもみたいな、でなんかあなたすごいこうバリッと決めたね格好してるけど、アニメソング音漏れちゃってるけど大丈夫ですかとね、あの信号待ちとかで言いたくなるんだけども、あとこの最近見たのはチェイサーなの、やっぱ白いチェイサーなんだ。でもまあ外見はまあおっさん仕様のチェイサーって、まあ、ほぼほぼノーマルなんだけど、なんかノーマルの車高でちょっと変な、なんか何ていうのかな、説明しづらいんだけど、ヘンテコリのエアロが入ってるわけで、エアロ入っててなんかそのビップ系に行きたいのかなと思いきや、なんかわけのわかんないステッカーがちょろちょろっと貼ってあるわけで、後ろには T ランテナ、あの昔のドコモとかのさ携帯のアンテナつけてて、あれ80年代系で行きたいのか、あれビップ系で行きたいのか、んなんかそのイタシャの方に行きたいのって、ちょっとわかんない。コンセプトが全く見えない。だけど乗ってる人はちょっとオラオラしてると、で漏れてる曲はアニソンだということで、うわこうたまにいると。昔ね、あるイベントにね、そういうチェイサーとかマーク2とかがいたのさ、こいつどこ向かいたいのかなっていうのがあったんだけども、久しぶりにそれをね、今回信号待ちしてる時に見て、うわ懐かしいと思って、このなんていうか、やっぱ何でもそうだけど、コンセプトがこうチグハグしてると見てて非常に痛いなとって思ったので、あのやっぱりこうコンセプトっていうかね、あのしっかりした方がいいなと思ったんだけど、やっぱそういう車を見るとすごくテンション上がるのね。この人どこ向かいたいのかなってワクワクしてきちゃって、まあその人の顔とかも見たいんだけど、やっぱりね夜だけどサングラスしてんだよね。よく運転できるなと思うんだけども、あのまあそういうね、こう人の心理っていうんですか、こうクリスマスと車の話をしてたんだけども、あのまあ、車よりも僕は人を見たいなというのと、まあ、渋滞の中をね、やっぱいい車でね、みんなで走れるようになりたいですね。やっぱこういう時にさ、まずはお台場とか行く時にさ、やっぱりね、そこそこの高級車でね、目立ちながら行くと、まあ、それは最高のクリスマスだなと思うんで、僕もいつかね、そういうクリスマスを過ごしたいなと思いながらも、今年のクリスマスはおそらくウォーキングしてるかな、あ普通に歩きながら職場とあの取引先とか歩いて、地下道をね、歩くぐらいかなと思うんですけども、まあ、そういったねちょっとね寂しいんですけど、まあ僕は今全然満足してるんで、そういったね僕はクリスマスを過ごしたいと思います。皆さんもね素敵なクリスマス、あの痛い車というかね、そういうワンワン言ってる車見たらぜひコメントください。そういう想像するだけですごく大好きなので、想像しながら楽しみたいと思います。というわけで以上、クリスマス車のお話でした。はい、それではエンディングになります。クリスマスと車の話、楽しんでいただけましたでしょうか。あのこのラジオではね、私何度かお話ししたと思うんですけども、最高のねカーライフを、送るにあたってはやっぱりそのパートナーですか、彼氏だったり彼女だったりっていうのが本当に必要だなと、まあ、もっと言うとその人間関係というか本当にパートナーという的な、存在が必要だなと思います。必要というかね、重要じゃなくてやっぱ必要だと思うんですよね。あの車だけあっても実はね結構物寂しさがつきまといますね。あの車はやっぱり所詮って言っちゃいけないけども移動手段なわけですよ。でその移動中に、隣に座ってくれる素敵なパートナーがいるのといないのとではやっぱカーライフはね一気にね変わりますね。ガラッと変わりますね。横に座ってくれるね、すごくあの大切な素敵なパートナーがいると、それだけで一気に充実をしますと。でもっと言えばその車なしでも良くなると、でカーライフではなくてライフが良くなるというところで、あのもはや車がいらなくなりますよという、そういうところにも行けますので、何にせよ車を準備するのと並行して、パートナーを準備する時間、まあ、時間かかりますから、まあ、車買うのにも場合によって時間かかるかもしれないけども、お金だけの問題なので、あのクリアするものは割と楽というか、クリアするのは一つだけだ、お金だけっていうことだから、パートナーに関してはお金では解決できないし、
ゃ自分の外見でエステ行ったらモテるんですかとかそういうわけじゃないし、出会わなきゃいけないし、いろんなプロセスを踏まなきゃならないから結構大変なので時間もかかる。なので車を選ぶよりも実は重要視しなきゃいけないのはパートナーの方なのかなと思ったりもしますと。で、世の中にはすごいね高価な車がありますよ、ね、あのマクラーレンとかね、マクラーレンはでも10年ローンとか普通にディーラーでやってるから別に残価設定でなんとかねその瞬間的に手に入れることはできるかもしれない。やっぱブガッティのシロンとか、まあ、その辺のね10億とかする車もね諦めた方がいいね。10億する車は買わなくてもいいでしょう。あのそれ以外にもいい車いっぱいあるし欲しい車探せると思うのでね、あのとにかくまああのパートナーをね探すことにその並行してやってほしいなと思います。でクリスマスっていうイベントが近いのでね、久しぶりにこういった話をしたんですけども、やっぱりねその先にやっぱ車を手に入れてしまったっていう方で、まあ、パートナーの準備ちょっと忘れちゃったよっていう方はね、それはそれは大丈夫だって。車っていうツールがあるから、あとはそのねツールを最大限に使って、デートに誘うなり、どこちょっとどっか出かけないとかキャンプに行こうとかそういうことで、ね、誘えるツールがあるっていうのはまたそのツールを最大限に生かせばいいと思うので、ちょっとね2019年、今年の19年のクリスマスはちょっと一人で寂しいなとか車だけでちょっと物寂しいなと思う方は、ぜひね2020年、次のね、クリスマスへの勝負はすでに今日から始まってますと。なので来年のクリスマスに同じような気持ちをしないために、今持ってる最大限のツールを生かしましょうということで、まあ車もね大事だと思うけど、やっぱり共感した時に初めて人って分かち合えたり最大に喜びが来るから、意外とね僕もね今年まあ車買ったんですよね。買った絵、まあ、来た時やっぱね1、2週間はねちょっと嬉しかったというか、あーって思ったんだけど、あまり昔と違ってそんなにガンガン乗るわけでもないし、今ってちょうどね3ヶ月経ったの、納車されてから、ね、注文してからだとね6ヶ月目なんだけども、3ヶ月経つとね飽きるというかね慣れる、別になんかそのときめき感とか薄れるね。これ本当に怖いことで、人間って本当に慣れちゃうねっていうところなので、あのぜひねあの車を買ったって言ったら多分すぐ慣れちゃう。だからこそカーライフを充実させるためにはパートナーの存在が必須だと思いますので、ぜひねそっちの方も手を抜かずに、まあ、クリスマスも近いということで、またね来年の2020年すごくいいクリスマスにしてほしいと思いますので、今からスタートが始まっていますということでね、あのいろいろ頑張っていただけたらなと思います。まあ、趣味がね車のじゃなくてもいいの、車なんか趣味じゃなくてもいいの、ただ車のことを話してるあなたが好きみたいな人もやっぱいるから、世の中には。あとね洗車場とかへね一緒に行って車とかね、拭いてくれたりとかすごく嬉しいことだと思うし、あとドアの締め方とかね、すごく雑な人といるでしょ。あの別に車ってすぐ壊れるもんじゃないけどさ、明らかに必要以上に強い力でこうバーンって締める人とかいるから、そういう人とはねお付き合いはそこで諦めたらいいなと思いますんで、だからねぜひ最大限自分の通路を利用していいね、1年来年はねいい1年にしてほしいなと思います。もうすぐね今年終わっちゃいますけどもね、来年のスタートは今日から、今日始めないことは終わりはきませんので、ぜひね今日スタートを切りましょうということを思っております。次週のラジオ12月29日が最後、2019年最後のラジオになります。今週もねなんとか毎週欠かさず、ラジオ出すことができそうなので、最後気を抜かずにね頑張りたいと思っております。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。